オスマン帝国の国章、オスマン帝国の国章は19世紀末に制定され、1922年のオスマン帝国滅亡までの間に軍機などに用いられていたものである。オスマン帝国は19世紀後半、西洋の文章学的記述に基づく文章を持とうとし、何度かの修正の結果1882年4月17日に、スルタンアブデュルハミト2世により、 最終的な形態が採用された。オスマン帝国の君主は皆、トゥグラというアラビア文字による顔のような署名を持っており、これが同時に帝国のシンボルとしても用いられていた。1882年に制定された紋章は、中央の緑色の円盤の中に君主のトゥグラが書かれ、その下に緑色の上向きの三日月があった。 その左右には緑の旗と赤い旗があった。左側の緑の旗はルメリアを、右側の赤旗はアナトリアと他のアジア諸国を象徴している。その両脇には、ジハードのための武器の数々、平和と幸福の花束、クルアーンとスンナの二つの書物に乗る構成や正義を意味する計りが配されている。その下方には、帝国の五つの勲章が描かれている。 ありがとうございます。